さあ魔法科のイベントストーリー第5話やっていきましょう。体験施設からです。レイカ様、はあはあ、どうにか最終ステージまで到達できたわね。あ、よかった、この2人も最終ステージまで行ってたんですね。ああ、あちゃんよ、さすが風琴、頼りにしてるぞいつもの感じもう、あのね、あやか、そもそもあなたはもっと動けとアナウンス、ファイナルステージスタートということでね、始まりましたね。あかねちゃんたちのグループがね、この間言ってましたけども、だいぶ強そうな敵でしたね。そんなって、また急に始まった。ほんと息つく暇もないわね。地形が変わるだけじゃなくて広がっていくな。最終ステージは全チーム合流って話だったし、4分割されてたエリアが統合されてるのか。なるほど、一瞬にしてこれを理解するあやかちゃん、さすがですね。これだけの広さを生かして戦う敵って一体どんな相手なのかしら。相当ひどいんだな。え、あら、何か表示が浮かんだわ。え、嘘、あかねたちのチームがまさか、アイコンが一斉に消えたってことは全滅？最終ステージが始まってまだ1分も経ってないってのに。マジか、相当強いんだな。あの冷静な AI がこんなに一瞬でやられるなんて、一体どの敵に出くわしたんだ？お、なんか聞こえない？お、誰でしょう？これは姫？あっちからね。ん？この姫は誰だ？さあ行ってみましょう。誰でしょうか？あー、ミヤコ、いやー、大丈夫かあれはミヤコ？すごい慌てようね。相当すごいんだな。エリザベスとクリステルでもいるな。なんか必死な顔で走ってくるけど。あ、逃げてる。おーい、レイカ様、あやか、はよ逃げ、潰されてまで。あ、そうか、大きい、潰されて一斉に消えちゃったのかな。潰される？どういうことよ、一体何が。え、え、待って、何よこの揺れ、地震か、すごい大きいんだな。ドゴゴ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 ゴ、すごい、嘘だろ、戦車だ。ちょ、なんだあれ、戦車型の巨大ロボ、やばそうだな。一旦行くぞ風琴、ニコルたちの援護をしないと。このって全然効いてない、困ったな。あかん、うちも女や、みんなここは任せ、先に行き、ニコル、ニューのこと頼んだね。うらー、もう完全死亡フラグだ。え、なアホだ、うわー、なあミヤコ、ここまでか、ミヤコ、そんな、ミヤコの防御が一瞬で壊された。く、ニコル、ミュー、早くこっちまで逃げてきなさい。あ、もう間に合うのか、こんなのどうしようっていうのよ。あ、ニコルが壊れた。あ、デバイスが大型兵器。うん、なんでしょうこれは。ん、でなんだ、敵の狙いがエリザベスから逸れた。あれ、エリザベスが落としたデバイスを見てるのかな。斉藤さん、ミュウちゃん、え、滝川さん、何してるの、追いつかれるわ、あなただけでも早く逃げて。あ、ごめん、私がここまで超えたのは斉藤さんのおかげだから、置いていったりしない、絶対に。ああ、みゆちゃんの強い決意何よ、もう本当いざって時は肝が座ってるんだから。うん、これは、あ、どう、うん、これなんだろう、嘘、そんなニコルだって始まる。ああ、やられちゃった。そして、あやかちゃんの険しい顔、重装甲に機関砲、おまけに、なんて読むんだこれ、ごめんなさい、読めないです、ゲームバランスおかしいだろ、もう怒ってるよ。こっちを見たわ、次は私たちをやるつもりのようね。一か八か、ここでやるしかって、あれ、あれは、よーし、わっ、お前ら生きたのか、純ちゃん、背中がガラ空きだ。アカネとランランとミカミンと、あとミュウこと、ミュウこ、ミュウミュウミャーことかの形、なんかそのタモロモロみたいな言い方、わかる。あ、ツボも生きてた。機械は電気に弱いんだよね。ツボのビリビリ魔法を食らっちゃえ、かっこいい、かっこいい。さあどうでしょう、うわー、
気合の入った HCT、みんなで一気に畳みかけろ。はっ、純のチーム生きてたの？あ、敵がよろめいた。え、もしかして聞いてるの？いや、バランスを崩したけど甘い。大型兵器、ででキャー、こっち向いた。マジ？あー、ちょっとトダッチ、ユッチ、ツボダチ、やばくない？おまずい、早く、車線外に逃れないと二人とも逃げろ。あー、これは、うわー、もう二回目、これは。そんな、今度はジュンたちまでどんどんとやられていく。なんか悲しいぞ、胸が痛い。武器は数日、味方は全滅、状況は絶望的だな。いっそここで諦めるか。もう二人しか残ってないもん、どうしよう。ダメよ、バカ言わないで。みんなのためにも最後の最後まであがくわよ。あ、さすがリーダーっす。冗談だって。けどここはとりあえず逃げぞ、武器。そうしたね、そうですね、一回ね、冷静に状況を分析しないと。